ジャン君、おはようございます。ジャン君、ジャン君、横顔、なんかいいもの見える？そしてパンちゃん、パンちゃん、プリンターの上いいですか？やっぱり日が当たると猫は喜びますね。引っ越しの時に、こちらの方に越してくれば前よりずっと、日当たりがいいはずと思っておりましたが、多少良くなりました。まあいろんな住宅事情というかですね、家賃との兼ね合いなどいろいろあってですね、南側にはちょっと東京と変わらないぐらいの距離に、家があってですね、南側の窓はあまり光が差しません。今東側から、朝このように日が入りますので、ジャン君とポンちゃんには朝日光浴をお願いしていますね。ジャン君、はい、おいで。はい、ジャン君。はい。おいで、ジャン君、おいで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 、ジャン君、はい、ジャン君。もうすぐ来るから、ジャン君。ジャン君はですね、マオイママがいないと泣く、クロケンパパがいないと泣くね。二人いないとダメなの。はい、はいはい、ジャン君。
寂しいの。ジャン君、あ、ジャン君おいで、おいでおいで、おいでおいで、おいで、ジャン君おいで。はい。はい。そんなに甘えて、ジャンク、うん、はいはい、はい、あ、ジャンク、あ、ジャンク、あ、ジャンク、ジャン君おいで、ジャン君、はい、おいで、おいで、おいで、あ、いい子だ、はい、はい、ずっと甘えてんの、ジャン君。ジャン君、ほらちょっとポンちゃんは落ち着いてるよ、ここで。ポンちゃん、
嬉しいね。はい、嬉しいご飯をいただいております。さんちゃん朝から甘えたご褒美です。よかったね、ご褒美もらえてね、嬉しいじゃん。くんぽんちゃんの分もペロリと食べました。じゃんくんもカリカリ食べる。じゃんくんカリカリにしな。じゃんくんどうぞどうぞ。って言ってもあんまりね。食べた。おりこさんじゃんくん